今まで父親の話したことなくて、母の話ばっかりだったんですけれどもね、今日は藤岡からも父の実家があるのが藤岡市でね、今日は親戚も来てるし、藤岡市の人がたくさん見えてますので、ありがとうございます。それでは私の歌というとね、やっぱり赤木春菜がペンネームなくらいで群馬の歌が多いです。では代表的な曲、富岡製糸場、そして旧産業遺産群のテーマ曲、マユの思い、聞いていただきます。私は群馬で生まれたです。上州の
たしますのでね、この CD をお持ちの方はご存知かと思いますけど、ない方はね、ぜひ購入していただきたいですけども、湯の田の綴りというカップリングがあるんですが、そのもう一つカップリングが妙義山というのがあります。実はですね、昨年、情報新聞のみんなの広場というコーナーにですね、妙義山は心の歌というそういう題で、90歳の男性の方から投稿がありました。妙義山とてもいい歌なんだけど、誰も歌い継いでいなくて忘れ去られてしまった、そんな残念な思いを乗せた記事でした。それをですね、あん中の講演会の方が見つけまして、いやそんなことない、えっちゃんが歌ってるんだから何とかして知らせてあげたいと思って、情報新聞に掛け合ったんですね、ところが何にせね、このご時世ですので、ご老人の住職ってなかなかね教えてもらえず、そこでね、まあ、いつもお世話になってる奥の手を出しまして、情報新聞の関係者の方にお願いいたしまして、今日のこのステージもね、今日取材にも来てくださることになってますので、後で記事が載ると思いますが、その方に頼んだら、なんと直接ね CD を送らせていただくことに、なりました。そしてですね、そのお礼としてまた情報新聞のみんなの広場に対して届いた妙義山の CD ということでね、載せていただきまして、地元、群馬で、出身の中村悦子さんが立派に歌い継いでくれていました。とてもありがたく、嬉しい、ね、そんな思いを乗せていただきました。明治5年に作られて、前の方じゃなくて富岡製糸場とまず同じみたいですね。聞いてみたいでしょ。聞きたいですね。もうちょっとまばですね。手がちょっとまばね。ぜひ聴いてみたい歌だと思うんですよ。はい、ではね、もう用意してあるから歌わなきゃならない。では、妙義山、唱歌、明治5年に作られました。歌わせていただきます。